演舞開演。どうも、本日はこちらの先日当選したマウスの使い心地を検証してみたいと思います。まずこのようにフィットするんですね。いい感じ、フィットするように表示が作られていますので、こういう風に手にうまく装着できて使いにくいです。今までは君の先輩だよ、これからよろしくね。それだとやっぱりこうなりますからね。ただ USB ポートに接続するタイプなのがちょっとワイヤレスよりは劣るかなとも思います。ワイヤレスの方は Bluetooth で接続していたので USB ポートを使っていなかったんですね。無線と有線どちらも一長一短かな。今後は使い分けることもあるかもしれませんが、普段は電気を使わない、まあ、正確には使うんですが、電気がこちらでいきたいと思います。なの結構おすすめですよ、このマウス。なんか右側にも今気づいたんですが、左側にも何かついてるような気がします。なるほど、今説明書を見ていたのですが、これは戻るボタンだそうです。スムーズに戻れるというわけですね。というわけで本日はレビュー動画でした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。